ご乗車ありがとうございます。特急紀勢本線全通60終電号です。次は紀伊長島です。お客様にご案内いたします。まもなくいたしますと車窓右側に赤いゲートが印象的な伊勢台ダムが見えてまいります。日本有数の清流宮川水系に昭和41年に建設された中部電力のダムで、高さは39メーターあり、ダム湖は奥伊勢湖と呼ばれており、1975年の三重国体ではボート競技も開催されました。これ？あ、これがなんだな。